い、どうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。皆さん、大場健二さんっていう方をご存知でしょうか？若い世代の方だったら、ほとんど知らないと思いますが、私たち世代ではね、もうね、宮内さんと並ぶくらい、これぞヒーローっていう人でした。大場さんは、1955年の2月5日生まれ。で、本名は高橋健二さん。昔はね、この本名でやっていたらしいんですよ。そして現在でも演劇を演出するときは、この名前を名乗っているらしいです。で、彼は、現在、ルックジェットというイベント運営会社の代表取締役でもあります。彼はね、千葉真一さんに憧れて、高校生の時に、千葉さんの、ジャパンアクションクラブってあったじゃないですか。第1期生に応募して、見事合格してます。で、1期生となるとね、おそらく真田広之さんとか、塩見悦子さんとか、同期でしょうかね。うん。で、そして高校を中退して、上京して、役者としての道を進み始めるわけです。で、当初の彼は役者っていうよりもスタントマンの方を目指していたみたいですね。で、彼のデビュー作っていうのは人造人間キカイダーで、主にスタントを担当していたそうです。そして31話で初めて顔出し出演を果たしました。で、その後スーパー戦隊ものの第3弾となるバトルフィーバー J というので、バトルケニア役でレギュラー出演が決まります。で、その時彼は変身前と変身後を吹き替えなしで演じていました。これね、今のヒーローものだったら変身後っていうのは専門にスーツアクターさんが演じるところ、彼はそれをね、一人でこなしていたんですから、すごいですよね。それに他の出演者以上に大変だったと思います。本当に。で、その後第4弾戦隊ものの第4弾となるデンジマンにもデンジブルー役でレギュラー出演してます。で、こちらもね、スーツアクターと両方こなしていたわけです。で、スーパー戦隊に連続出演って、よっぽどね、彼に対するなんとか信頼とか支持とか、そういうものが高かったんだと思いますね。普通はね、次のヒーローに変わるときは内容とか出演者をね、一新するのが当たり前じゃないですか。で、そしてね、いよいよ満を持して宇宙刑事ギャバンの主人公一乗寺烈と変身後のギャバン役を演じることになります。その後はテレビのテレビドラマの忍者もので千葉真一さんが出てた影の軍団とかにも出演してます。で、そしていろんなね、もともとはスタントマンを目指していた彼がそのヒーローとかを演じて、で、テレビにも出ました。で、テレビドラマにも出ました。で、ついに映画キルビルにも出演します。スタントマンを目指していた彼がね、ついにハリウッドデビューしてしまったわけですよ。で、その後はね、母の看病のためジャパンアクションクラブに名誉会員としての席を残したまま故郷に戻って、で、地元イベントの制作会社の社員として働いて、で、そして自分自身でイベント会社を設立して、現在は後進の育成にも力を注いでいるそうです。で、彼の代表作である宇宙刑事ギャバンは2012年にリメイクもされておりまして、そこでね、再び出演してまして、で、海賊戦隊ゴーカイジャーとか、あとデカレンジャーなどにも出てましたね、劇場版のやつとか。で、年月を隔ててもなお彼のね、キレのある動きは健在で、当時からね、全然変わらないなんてすごいなって、私なんてね、感心しながら見てました。彼のヒーローとしての姿を見て子供時代育ちまして、で、大人になってからもなおヒーローで居続けている彼にはね、本当にね、尊敬の念を抱かずにはいられない。本当にそれくらいすごい方が
大場健二さんです。今回はね、私のわがままっていう感じで勝手にね、大場健二さんについての話をさせていただきました。